シュペルエタンダール空中給油を受けるアルゼンチン海軍のシュペルエタンダールシュペルエタンダールはフランスの脱走ブレゲー社が開発した1音速の艦上攻撃機。フランス海軍とアルゼンチン海軍が採用した。1978年より実戦配備され、総生産機数は85機。フランス海軍が1970年代にエタンダール、方の後継機として、 開発を要求したものである。当初はシープキャットジャニュアの採用が予定されたが、要求された性能を満たせず計画は中止となり、脱走者から独自に提案されていたエタンダール 4M の改良発展型の採用を1973年に発表した。対艦ミサイルエグゾセと同時に開発が進められ、原型機は1974年10月28日に初飛行し、 量産型初号機は1977年11月24日に初飛行した。1978年6月からフランス海軍への引き渡しが開始され、1983年に生産終了となっている。なお、最高速度が1000音速域に留まる本機は、専用の空対空レーダーも備えておらず、空戦能力は限定的であるため機種としては、 攻撃機に分類される場合が多い。しかし、実際には、兵装搭載量が2.1トンと、純粋な攻撃機としては少なく、また、航続性能にも難があり、増装の傾向を必須とする。そのため、アメリカ海軍の艦上攻撃機に比べても打撃力は、非常に小さなものとなっている。導入初期には、核兵器の運用能力を有していなかったが、 1985年に脱走者から提案された近代化改修計画によって核弾頭搭載の巡航ミサイルアスンプの運用能力が付与され戦略厳選と並んでフランス海軍の核戦力の一つとなっていた。なお、フランス海軍のシュペル・エタンダールは2016年、シュペル・エタンダールの機体フレームはエタンダール4と90%近い共通性が持たされている。 主翼前衛は完全に設計変更され、後園フラップも大型化したため、エタンダール4と同等の離着艦性能を維持している。エンジンは水力強化型のスネクマ製、アッター 8K-50 ターボジェットエンジンに変更され、操縦量も増加した。これに伴い、主翼の高揚力装置も大幅に強化されている。 変態飛行をするフランス海軍のシュペルエタンダール、アメリカ海軍のクボ、ロナルド・レーガンに着艦するアルゼンチン海軍のシュペルエタンダール隠しアベオニクス類も完全にアップグレードされており、機種レーダーにはトムソン CSF 社と脱走エレクトロニク社が共同開発したアゲブアイバンドモノパルスレーダーを搭載し、サジェム、キアホット社、この他にも、 クローゼ66エアデータコンピュータと広報表示装置及び並走管理システムトムソン CSF 社製 V-120HUD e 戦術広報装置、電波高度計などを装備しコックピット前方には空中給油用プローブの装着も可能になっている。1985年に脱走者が発表した回収計画案では 関西運用以外に不必要な一部機材を撤去し、その空きスペースを利用して最新の高性能攻撃、広報システムを搭載するものとしていたが、フランス海軍からはそれよりもさらに攻撃能力の向上が要求され、1986年から近代化改修が開始された。この近代化改修計画での最大の主眼は、 核弾頭を装備可能なアスンプ巡航ミサイル傾向能力の付与で胴体中心戦火に一発が傾向できるようになった。また、レーダーも脱走エレクトロニク製、アネモネレーダーが搭載され、対地、太陽上モードやグラウンドマッピングモードが強化されている。さらに、コックピットにはホータス概念が導入され、HUD も22度の高視野型となり、t b あるいは、 赤外線画像の表示可能なラスタースキャン型になっている。広報装置では、サジェム・キアフォット射精完成プラットフォームが追加され、並走及びエアデータコンピュータは、W90 に変更されて、演算能力が高められ、レーダー警戒受信装置、VCN65 電子線表示装置の装備などによって、自己防御能力も強化された。機体フレームの強化も合わせて実施され、 寿命飛行時間が6500時間に伸ばされた。この回収型シュペルエタンダール初号機は1990年10月5日に初飛行し、脱走車ではさらに2機の試作回収機を製作して実用化への飛行試験を実施し、1993年から量産回収作業が開始された。回収予定期数は当初40機程度が予定されていたが、 ラファー RM の実用化が遅れたことから54機に追加された。なお2003年には前方赤外線監視装置、地形参照広報装置を装備し、夜間作戦能力を向上させるスタンダード5使用へのアップグレードが計画され、一部の機体への回収作業が開始された。アルゼンチン海軍アルゼンチン海軍には14機採用されている。 1982年に発生したイギリスとのフォークランド紛争では、イギリス艦船に対してエグゾセ空対艦ミサイルを使用し、イギリス海軍の駆逐艦シェフィールドを撃沈するなど、大きな被害を与え、イギリス海軍に空母機動部隊のフォークランド諸島接近を諦めさせるなど、同期の名前を世界的に有名にさせた。イラク空軍イランイラク戦争において、 イラクが発注したミラージュ海一の納入が遅れたため、つなぎとして5機がイラク空軍に対応され、主にイラン向けタンカーに対しての通商破壊やイラン関係への攻撃に使用された。これらは失われた1機を除いてミラージュ海一納入後にフランスに返還された。詳細はイランイラク戦争における航空戦を参照のこと。出展、テイラー、ジョン W。ダブリュー ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1982から83ジェーンズ・パブリッシング・カンパニー・リミテッド pp 65から66 ISBN 978から0710607805諸言性能武装ありがとうございます